金子ふみ子は、大正期日本のアナキスト。関東大震災の2日後に、治安警察法に基づく予防原則の名目で、愛人である朝鮮人撲烈と共に検挙され、十分な逮捕理由はなかったとされたが、予診中に爆弾を入手しようとしていたこと、僕が、大正天皇と皇太子の殺害を計画していたと、ほのめかし、ふみ子も法に共感して、天皇否定と爆殺。 大日本帝国滅亡を必要だと論じたために大逆罪で起訴され有罪となった。僕立事件後に天皇の慈悲として無期懲役に減刑された。宇都宮刑務所栃木支所で無期懲役中に獄死した。韓国では大日本帝国滅亡と天皇爆殺の必然性を主張した在日朝鮮人無政府主義者を支持した良心的日本人だとされていて、 2018年11月17日には、建国勲章が追伸された。神奈川県横浜市に生まれる。父親の佐伯文一は、広島県秋郡の出身で、タングステン鉱石を掘り当てるため、山梨県、牧岡のそま口を訪れ、農家の娘であった、文子の母親菊くと駆け落ちする。父親が家庭を帰り見なかったため、母以外との女性関係を幼い頃から、 見せつけられるなど複雑で恵まれない家庭環境の中で過ごした。文子の出生は届けられず、小学校にはすぐに入学できなかった。その後、父は家を出て、義妹と同居。母は他の男と同居するという家庭状況の下で育った。8歳になり、母の再婚先、山梨県北鶴郡に同行するが、しばらくしておじに引き取られ、 母の実家金子家のある、山梨県東山梨郡諏訪村、大技下相麦口へ移る。さらに母は竹に嫁ぎ、文子は、父には逃げられ、母には捨てられると自覚し、子供ながらに考えてもわからない自分の身の上に嘆き、呪うと後に、余震の尋問調書で述べている。9歳の時、ジップの妹の結婚先、朝鮮中世北道清志衆軍不要面の、 岩下家に引き取られ、養子となる。そこに同居していた父方の祖母は、無責者や、死生死は引き取れない、という理由で文子を、母方の祖父母の後女として入籍させた。文子は朝鮮でもようか先の親族から無理解な、待遇を受け続け、自殺を考えるほどであった。1919年には独立運動の光景を、目撃して、 私にすら権力への反逆気分が起こり人ごと,と思えぬほどの感激が胸に湧くと余震で述べたように朝鮮人の立場を自らの境遇と重ね深い共感と愛情を抱いていた。16歳で母の実家に再び戻ったが母はそれまでにも結婚を繰り返しており当時は三種ドニアに嫁いでいた。 後に文子は、家のない私は数日ずつ、付近の親類方を方向つったと、この頃のことを改装している。やがて、学問への欲求が強くなり、また山梨での親族たちとの生活も嫌になったため、1920年4月、17歳で単独上京した。当初は、下役美濃和町の洋服商をしていた母方の大自宅にいたが、上野の 新聞売りさばき店に入って、勇刊販売を始め、社会主義者らと出会う。この頃、働きながら生息英語学校と、研数学館に通った。学校は3ヶ月で退学したが、その間、同じ学校で学んでいた、新山初代と知り合い、社会主義やロシアのナロード2期の活動に関する本を借り、大きな影響を受けた。1920年7月末頃、 本郷区湯島に曲がり、粉石鹸の読みを出す。同年末、浅草で、女中暴行。本郷区大岩家長の社会主義者で、印刷屋の掘り気落とし方に、住み込み活字拾いの仕事を続け、その間に、社会主義の書籍や雑誌を読む。1921年夏頃、留学などで、東京に滞在していた、朝鮮の社会主義者たちと知り合う。11月、 有楽町の社会主義者の集まる岩崎おでん屋に助給として入る。1922年3月、無資産無名の朝鮮人、木列と出会い、5月から同居を始める。文子も、当時木列が組織した朝鮮人の社会主義者の研究会である黒東海に加入した。しかし、会は9月に共産主義派とアナキズム派に分裂。木列が中心となり、高鎮、 ヒロシ、僕、教筆寺猿、猿穂のお派、助将一、蝶サチエラと黒友会を組織。金重館、新山初代、栗原和夫、フミ子もついで加入。十一月頃、フミ子と、法は運動し、太い先陣を発行。翌九百二十三年四月、フミ子と、法はアナキズムにより、関心を持たせるため不定者を、組織。 3月から住んでいた東京府豊玉郡、豊端町代々木富ヶ谷1474番地の昨屋を集まりの場とする。5月27日頃に第1回例会を開く。文子は、不定者は権力に対して反逆する、虚無主義や無政府主義を抱いている者の,の集まりであったと、供述。太い先人は、現社会とタイトルを変えて、観光を続け、文子も執筆する。 6月には、当時の著名なアナキスト、もちづきや加藤和夫の講演会を開き、中西伊之助の出国歓迎会も開催する。僕列は、以前から文子以外の同志には内密に進めていた、爆弾の入手をめぐり同士金従官との関係が、この頃から悪くなる。8月の霊界では喧嘩騒ぎになる。黒友会の解散も、同時期に課題になり、新山と、 金は独自の雑誌を発行し、文子や僕列と別の行動を取るようになる。関東大震災後の9月3日、爆弾を使ったテロ計画など無政府主義活動に、対する調査過程で居場所が露呈していた不定者には、過去の活動を踏まえて、予防検索という名目で文子は、僕列と共に警察に連行される。続けて、他の同志たちも検索。警察は、保護から、 知安警察法違反に切り替え取り調べを続け、使用目的が具体化していなかったが、爆弾入手をしようとしていたことが発覚していたため、文子は、刑法73条で、撲裂と共に起訴、余震に回される。旦那の方が、大正天皇と皇太子の爆弾による殺害を計画していたとほのめかし、文子も法に共感して、天皇否定と爆殺。 大日本帝国滅亡を必要だと論じたために、大逆罪で起訴され、有罪となった。天皇は病人ですから、それで坊ちゃんを狙いつたのですと文子は、余震で当時の皇太子を攻撃目標と考えていたと供述している。文子の天皇を中心とした国家権力を打倒したいとの意思は、大逆罪弾圧を受けさらに嫌悪となる。 不定者の仲間に弾圧を拡大させないことも排除し、刑法73条の取り調べを受け入れた。1926年3月25日、僕列とともに大審院により死刑判決。4月5日御社による原刑で無期懲役。文子は、宇都宮刑務所栃木署に服役するが、7月23日、獄死した。刑務所の発表では意思とされているが、 死因に疑問を持った、伏せ達治弁護士や同志は、文子の母親と共に、刑務所の墓地に向かい遺体を発掘するが、死に至る権威は不明。東京に戻った同志による文子への追悼と、遺骨保管を妨害しようと、警視庁は、母親と同志たちを半日検測した。検測された、栗原和夫と向く本運輸はそのまま釈放されず、8月半ば、 朝鮮に送還された。彼らはテグで組織されていたアナキズムの読書会を弾圧した新友連盟事件に関連させ治安維持法でフレームアップ弾圧を受けた。妻であったという認識から朝鮮から僕列の兄が息子と共にフミ子の遺骨を引き取りに来るが警視庁は遺骨を直接渡さず朝鮮の警察署に送った。朝鮮に戻り、 警察から遺骨を戻された兄は故郷、聞き喜びの山奥に遺骨を埋葬、とりだけであった。不定者の件では、余震の後免相になり、国外から文子への救援を続けていた栗原和夫が保管していた文子の原稿をまとめ、歌集都事伝が刊行されたが、歌集は発禁処分となった。タイトルは、1976年3月。 山梨県東山梨郡牧岡町蘇間口の金子家の敷地に金子ふみ子の日が建てられた。上の画像はここで述べられている大役犯、金子ふみ子のものではなく同姓同名の別人の写真である。2010年外部リンク説にあるブロガーの指摘により長く新聞や書籍等で金子ふみ子として使われていた写真が別人ではないかとの疑惑が生じ。 ふみの検証活動をしている山梨金子文ふみ研究会が検証したところ同性同盟の別人であったことが判明した。2012年6月17日付の読売新聞のコラムによると、金子文ふみ私は私自身を生きるを出版しているなしの記者は写真の差し替えを検討しているとのこと。同研究会の佐藤信子代表は、 ミスが30年以上も表面化しなかった背景について、文子の生涯が22年6ヶ月と短く、資料が少なかったからではないかと指摘している。山梨市牧岡町村間口の文子の実家には、父親が文子のいとこという男性が住んでいるが、文子の写真などは残ってないとのことであった。ありがとうございます。